日本鹿児島県鹿児島市長田町長田町は鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は892-0854。人口は1542人。世帯数は858世帯。長田町の全域で住居表示を実施している。鹿児島市の中央部に所在している。町域の北方から東方にかけて、軽海ー町、冷水町、北方から西方にかけて、城山。 南方に、城山町、小川町がそれぞれ接している。小川町との境界線上に、国道10号が東西に通っている。現在の城山町、城山、新松院町との境界付近にある、夏影公園付近には、大阪商工会議所の初代会頭となった五代、友厚誕生地がある。長田町という地名は、明治時代の初期より見え、鹿児島可のうちであった。 1888年に交付された市政に基づき、1889年2月2日に官報に掲載された市政施行地によって、鹿児島が市政施行地に指定された。3月5日には、鹿児島県令第26号によって、鹿児島郡のうち50町村が市政による鹿児島市の区域と定められ、4月1日に市政が施行されたのに伴い、 鹿児島郡50町村の区域より鹿児島市が成立した。それまでの長田町は鹿児島市の町、長田町となった。1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は鹿児島市外地域の住居表示に着手した。1965年7月20日には中央地区で住居表示実施に伴い町の再編が行われ、 山下町及び長田町の各一部の区域より、白山町が設置され、同時に長田町の一部で住居表示が実施された。1967年11月1日に、上町地区の一部において住居表示が実施され、住居表示の実施に伴い町の再編が行われた。これに伴って、恵比寿町の全域、泉谷町の一部、車町の一部、下流尾町の一部、 長田町の一部より上本町が新たに設置された。また同時に長田町の一部で住居表示を実施した。翌年の1968年には一部で住居表示が実施され、長田町全域の住居表示が完了した。1976年7月5日に城山地区において住居表示が実施されることとなった。 住居表示の実施に伴い町域の再編が実施され、上山団地として造成された区域にあたる総無田町、玉里町、冷水町及び長田町の各一部の区域より、上山1町目及び上山2町目が設置された。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。五代ともあず、ありがとうございます。